イリノイはアメリカ海軍の戦艦。イリノイ級戦艦の一番艦。艦名はイリノイ州にちなむ。その名を持つ艦としては二世紀目。イリノイは1897年2月10日にバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で寄港した。1898年10月4日にナンシーレーターによって命名浸水し、1901年9月16日に 初代艦長ジョージエー・エコンバース大佐の指揮下収益した。チェサピーク湾での成長及び訓練の後に、イリノイは1901年11月20日に、ルイジアナ州アルジャースに向けて出港し、心臓浮き艦ドックの試験に使用された。1902年1月にニューポートニューズへ戻り、2月15日から2月28日まで、rd エバンズ少将の帰還となり、この間に、 プロイセン王国の皇太子、ハイン・リヒの歓迎式典を行っている。その後、アレント・エス・クラウニン・シールド少将が座上市1902年4月30日にニューヨークを出港、5月18日にナポリに到着し、ここでクラウニン・シールド少将はヨーロッパ艦隊の指揮を取った。イリノイは訓練及び各式年式典への参加任務に従事し、 1902年7月14日にノルウェーのクリスチャニアで座礁、修理のためイギリスに戻らなければならなかった。イリノイは1902年9月1日までチャタムに泊まり、その後地中海及び南大西洋での艦隊演習に参加した。イリノイは1903年1月10日にヨーロッパ艦隊から配置外となり、北、大西洋に配属された。その後艦隊演習、 公実及び公開訓練、各種の式典に参加し1907年12月にグレート・ホワイト・フリートに合流し世界巡航に参加する。セオドアル・ウズベルト大統領による関越の後、大艦隊はハンプトン・ローズから歴史的な巡航に出航した。大西洋艦隊はサンフランシスコ湾で1908年5月8日に太平洋艦隊と合流した。 海軍長官による関越の後、連合艦隊は巡航を続けた。艦隊はオーストラリア、日本、セイロン島及び他の国々を訪れ、1909年1月3日にスウェズに到着した。シチリアで地震が発生し、イリノイはコネチカとカルゴアと共にメッシーナへ向かった。被災者への支援活動の後、イリノイは1909年2月22日に、 ハンプトン・ローズに帰還、艦隊と再合流する。艦隊の帰還後、ルーズベルト大統領は関越を行い、アメリカ海軍の移用を世界に向けて誇示した。イリノイは1909年8月4日に、マサチューセッツ州ボストンで退役した。イリノイは予備役として1912年4月15日に予備役艦隊で保管されたが、11月2日に最終役し、 大西洋艦隊での冬季艦隊演習及び戦闘演習に参加した。1913年及び1914年の夏に、イリノイは海軍兵学校の士官候補生を乗せ、ヨーロッパへの訓練巡行を行った。1919年にはフィラデルフィア海軍造船所入りし、その後1921年10月23日に海軍民兵の訓練に使用するため、 ニューヨーク州に貸し出された。プレイリーステート9-15、ワシントン海軍軍縮条約の結果イリノイは削減の対象となり、1924年にニューヨーク海軍交渉の兵器庫として使用されることとなり、ニューヨーク予備役艦隊に配属された。その後同所でイリノイは30年以上経由され、その間の1941年1月8日には、9-15と、 戦隊番号が変更され、官名はプレーリーステートと変更された。第二次世界大戦の間、プレーリーステートはニューヨークで海軍予備役兵の訓練学校として使用され、戦後は予備役部隊用の宿舎として1956年12月31日までニューヨーク州に貸し出された。プレーリーステートは50人以上に及ぶ任務の後にメリーランド州ボルティモアに牽引され、 1956年5月18日にベスレヘムスチール社にスクラップとして売却された。ありがとうございます。